皆さんごきげんよう、ラマルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラマちゃんのユーロトラックシミュレーターおすすめモトをご紹介していきたいと思います。本日はですね、こちらイベコのマグリアスゲウツっていう、こちら多分車種なんだと思うんですけど、イベコのね、めっちゃ古いトラック見つけましたので、こちらの方導入してみました。なぜかアルファロメオのですね、あのマーティンレーシングのステッカーがなぜかついてるんですけども、何か関係があるのかもしれないですね。この前後関係のバックボーンちょっとわかんないんですけども、はい。でこれ単車にもできるんですよ。単車にもできて、トレーラーヘッドにもできるというところのモッドで、で、あの、かの有名なソープさんが作った車両となっております。で、こちらの方ちょっと導入しまして、あの、次、お仕事の方やっていきたいと思いますので、まず導入方法をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、概要欄の方にまたリンク貼っておきましたので、踏んでいただけたらなと思います。ソープさんのホームページですね。で、イベコ、マグヤス、ギャルツ。360の M ということで、まあ、書いてありますね。シャーシー4つあると。で、結構カスタムできるんですよ。シルズメガパックは全部入れられました。で、こちらね、先ほど書いてあった通りの画像なんですけども、ダウンロードございますんで、ダウンロードクリックしていただきますと、こちらモツファイヤー来ますんで、こちらの方いつもの通り中からクリックしてダウンロードしてください。はい、でダウンロード終わりましたら、こちらセブンジップとなっておりますので、こちら出していただいてですね、そちらからですね、こちらを右クリックでまず回答しちゃってください。回答して、で回答しますと、こちらに SUS ファイルとこちら、テンプレートありますけども、こちらの2つの SUS をですね、いつものようにドキュメント開いて、ユートラ開いて、モッド開いて、この中に2つとも入れていただければなと思います。1つはトレーラーになっております。こんな感じです。はい、とそうしましたら、こちらモッドマネージャーの方にやってまいりました。こちらですね、マグリアスデルツということで、こちらの車両と、あとトレーラー買いたい人はトレーラーの方も入れていただければなと思います。車両モッドなんで、マップモッドの一番上ですね、私バニラの部分なんで一番下になっております。で、変更確認します。はい、とそうしましたら、トラックディーラーの方を向かいまして、モッドディーラーの方行きます。で、そうしますとイベコございますんで、イベコをクリックするとこちら出てきますね。で、こちら個性カスタマイズして、で、結構選べるんですよ。トップもこんな感じで選べて、で、確かね、シャーシもね、選べるんですけど、このシャーシが単車なんですよ。これちょっと長いやつね。で、4分の2にすると、これがトレーラーヘッドになりますね。こちらトレーラー引くヘッドの部分ついておりますね。で、路上っていうのはこれ多分レッドの音ですね。うん、両方ありますんで、まあ、こちらの方選んでいただいて、まあ俺ちょっと単車作ったんで、ちょっとこっちでいきましょうか。路上でいきましょうか。で、エンジンは1個で、トランスミッションが2つございます。リターダーとリターダーなしですね。はい、で、運転席は1個で、カラーがですね、こちらデフォがこれなんですけど、マティーニの方がこちら2つございまして、これがデフォで2つ入ってるやつね。で、あとはまあこちらバニラの方のカラーということになっております。まあデフォかっこいいよね。で、外装が結構また選べまして、ライトがまた付けられるんですよ。この間ご紹介しました、こちらのストランズのライトも付けられて、いろいろね、つけられるので、ここら辺ね。で、ここもがまたイベコのこういうマークつけられたりとかなのかな。あと中ね、で、タイヤとかはちょっとありませんけども、まあここにあれですね、エキゾースト入れられて、で、中がね、シルズメガパック結構つけられるんすよ。うん、GPS となっておりますけども、こんな感じでいつものミニオンとかつけられるんですよ。なので、まあ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 って感じかな。こんな感じで、で、もちろんなんですけど、シルズメガパックの中の、ギャル置けると、で、こちらもピザとか置いて、ね、すごいよね、2段ベッドになってる。うん、で、確かね、ここに無線が、そうですね、無線置けられますね。こんな感じになっております。で、そうしたら、確定をしまして、こちらの方で新規購入していただければ、このような感じで
乗車することができるようになっているということになっております。単車意外にかっこいいよねこれ。多分ショートなんでこれでも確か引けそうな気がするんすよね。一応ついてるんで、これにもともとついてた、デフォルトでついてたトレーラーで多分いけると思うんですよね。まあまあまあ、今回はですね、こちらイベコのですね、マグリアス・デルツの M360 ということでご紹介しましたけども、次ですね、こちらの方のトラック使ってですね、箱車の単車モッド、お仕事モッド使って一回ちょっとお仕事やってみたいと思います。久々のね、マナスカ以来の多分単車なんで、ちょっと楽しみにしております。はい、ということで本日はですね、イベコのマグリアス・デルツ 360M ご紹介いたしました。こちらの方参考になった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、まあ、次こちら配送していきたいと思いますので、皆さんそちらの動画も楽しみにしていてください。ということで皆さん、またラバちゃんのですね、ユロトラックシミュレーター2の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。